それでは最後に、シュプリコールを上げていきたいと思います。皆さんともに、声を上げていきましょう。七山さんお願いします。それでは皆さん、今年は勝負の年になりました。力を合わせて頑張りましょう。コールを上げていきます。戦争法は絶対廃止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 。戦争法の発動を止めよう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 。戦争法は今すぐ廃止。戦争法は今すぐ廃止。戦争法今すぐ廃止。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 駆けつけ警護は絶対反対。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 戦争できる法律いらない。戦争できる法律いらない。戦争できる法律いらない。憲法破壊絶対反対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 。安倍政権の暴走を止めよう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 。みんなの力で暴走を止めよう。みんなの力で暴走を止めよう。みんなの総係行動、約3800人が集したことを報告します。
それから、民主党の辻元清美さんもお越しになりました、野党、共闘、ともにこの安倍政権を打ち倒すために、ともに頑張り、ともに戦いましょう、今年1年もどうぞよろしくお願いします、今日の討論は、これにて終了とさせていただきます。ありがとうございました。